地区間、中三2月1日は日本の海軍軍人。1943年をはじめ頃に魚雷を用いた肉弾攻撃構想を上進した。土115潜水艦長として戦死。最終階級は海軍少佐。地区間は埼玉県出身の海兵65期生である。海兵65期が海軍兵学校に入校した際の最上級生は、 海兵62機であったが、62機は65機を鉄拳で鍛え上げ、豊田城によれば65機は、海兵創立以来最も殴られたクラスであった。1938十同期生187名のうち戦死者は117名で、戦死率は62.5%となり、竹馬もその一人である。土106水雷町太平洋戦争開戦後に、 潜水学校都市学生として潜水艦水雷庁養成課程に進む。潜水艦水雷庁は、専任将校として潜水艦庁を補佐し、また魚雷管理及び先行作業の責任者でもある。1942年12月、春行した両106水雷庁に就任。両106は、両100型潜水艦の一艦であり、基準排水量が525トンという、 小型潜水艦であった。速力は水上14.2ノット、水中8ノット、航続力は水上12ノットで3500回りであり、防御的性格であった。路106は習熟訓練を経て、翌年3月に南東方面の海軍作戦を担った第8艦隊所属の第7潜水戦隊に編入され、南方に出撃する。この時期はすでに、 ガダルカナル撤退が終了しており、両106は、ソロモン諸島方面での連合国の増援阻止を目的に行動した。地区間の在任中にレンドバ島へ連合国軍上陸を迎え、7月18日に LST、LST-342 を来撃によって撃沈した。8月には、両百型潜水艦6隻で第51潜水隊が編成され、 その一官として、交通者断線などに従事している。旅115潜水艦長1944年2月から、潜水艦長養成課程である、潜水学校講習学生課程に学び、練習潜水艦、六63潜水艦長として、経験を積んだ。8月に、両106の同系艦である、両115の潜水艦長に補えされる。 ペナンに進出しインド洋で交通破壊戦を行っていた第8潜水戦隊に加わり、両113と共にベンガル湾で交通破壊戦に従った。この2艦は南西方面で交通破壊戦に従事した最後の潜水艦である。10月にはフィリピンの戦いが始まったが、日本海軍はレーテ沖海戦に敗れ、第14方面軍など、 フィリピン防衛にあたる日本軍部隊は孤立した。アコー作戦において、日本海軍は潜水艦20隻を喪失しており、防御的性格の両115も、潜県部隊に編入され、第34潜水隊に所属がえとなった。フィリピン方面に出撃した時期は1945年1月19日、または1944年12月25日であり、 ルソン島からの航空機搭乗員を救出を図ったが、消息を絶つ。戦後に判明した、米側資料によれば、両115は、ミンドロ島北西で、ミンドロ島とルソン島の間を通過する日本の輸送船がいないか紹介していた、米区地区間4隻によって撃沈されている。原因は、レーダー探知であり、両115乗員は、地区間以下総員59名が戦死した。 地区官は軍令部で潜水艦を担当していた井浦章二郎参謀に手紙で意見具心を行った。その内容は新兵器をもってする肉弾攻撃の必要を説いた人間魚雷構想であった。井浦はこの手紙を受け取った時期を昭和18年に入ってからと記憶している。井浦は艦政本部に相談したが担当者の返事は ちょっと難しいというものであった。魚雷肉公案は、大見誠も上司に、相談の上連合艦隊司令部に決勝を持って、提案した。時期は1943年末、もしくは1944年初頃である。黒木博が連合艦隊司令長官山本56に特攻兵器の必要性を訴えたのは1943年3月5日であった。黒木、 西名関与らの人間魚雷構想は1943年末に着想され、黒木は1944年正月にかけて海軍中央に採用を働きかける。海軍中央は同年2月末に試作命令を発し、7月末に完成する。これが、 人間魚雷とも言われる回転であるが、試作命令を出した軍務局第1課長の山本義雄は脱出装置を考慮するよう指示している。回転主無参謀の長課健之助は、1944年1月20日頃には、軍令部第2部長の黒島亀戸が試作を指示していると指摘している。なお、 軍令部第一部長の中澤優の西には、神風特別攻撃隊の最初の攻撃が行われた1944年10月に、先立つ1943年8月に、戦闘機による衝突撃などの特攻作戦と関連する言葉が綴られている。日本側の認定日は2月21日、艦長たちの軍艦誌では1月22日選手となっている。 62期の皇族出身生徒も例外ではない。海兵における鉄拳講師は明治時代から行われていた。歴代の海兵校長中、鈴木寛太郎は禁止しているが、井上成美は留保つきながら容認した。65期が鍛えた生徒の中には1年で2800発殴られた者も,もいる。日本側文献では七月十二日、七月十八日、 7月8日と日付が分かれている。ありがとうございます。